ガーシーさん本当に選挙に出て国会議員になるんですか？なるらしいですよ。受かったらね。すごいっすね。ガーシーさんが受かるんやったら俺もやりたいなとか思いますよ、ね。先生こんにちは。お疲れ様です。はい、あのさっき僕のチャンネルで先生にいろいろご迷惑かけたんで、はい、先生にね一言お詫びしたいなと思って動画撮らせてもらったんですけど。それが今終わったところです、はいはい、まあ後半は、まあ、僕のチャンネルの方で復帰をお祝いするっていうことで、はい、場所変えて、はい、撮らせてもらえたらいいかなと思います。はい、どこ行くんですか？それはまあ秘密で秘密ちょうど僕今車あるんで、はいはい、ちょっと目立つかもしれないですけど、それであじゃあ洗脳してください。はいはい、はい、そんな復帰って言われるもんなのかな盛大に行きましょう盛大にこれです。はい、目立ちますね。すげえ。めちゃくちゃに目立ちますよ。どうぞ。やば。ちょっと撮ってみて。すごい。すごいね、しかしこれ。そう、星がね、流れ星も見えるんですよ、これ。すごい。で、先生、いくらでも買えるじゃないですか。まあ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 。まあまあまあ。車先生何持ってるんですか？まあ、いろいろですね。いろいろ持ってるんですか？なんか先生、車乗ってるイメージ僕あんまないんですよ、ね。そう。だいたいアルファード乗ってます、ね。あ、そうなんですか？病院でなんか全部完結するじゃないですか。だからあんま移動してるイメージはないんですよ、ね。ああ、確かに。だってあそこでバイオリン弾いてコンサートもあそこでできるんですよね。そうですそうです。なんかあそこから動く必要がないみたいになってませんだって。あんまり動かないですね。他車何持ってるんですか？一応フェラーリとか置いてはいるんですけど、あんまり乗ってないですね。はい。何台持ってるんですか？何台だろう。まあ、各地に一台ずつある感じです、ね。各地？はい。何ですか各地？大阪とか沖縄とかに。拠点があるんですか？拠点というか、まあ、クリニックもあるんで。あ、そっかそっか。うん。よく行くところには車必要なので。何個ぐらい、まあ、車用車ですけど、ね。拠点があるんですか？基本、3つ。でもまあ、ハワイだといつもキャデラック持ってます。じゃあ、全部合わせると車何台なんですか？あ、10台ぐらいあるじゃないですか。10台10台ぐらいある。すごいっすね。はい。僕も今、5台ある。いりますよね、それぐらい。いや、いらないですね。いらないですか？減らしていきたいなと思ってます。はい、都内に5台はいらんよね。はい、都内に5台あって、はい、でもなんかこうバッテリー上がったりするじゃないですか。そう。だからそれが困るんで。困ります、ね。だから別に車1台でいいと思います。あ、だから僕ジープ1台あります、ね。あ、本当っすか、はい、僕ジープ試合に負けてあげちゃったんで、もう一回買わないといけないですか。車誰かにあげたりするんですか？あんまりな、まあ、息子がめっちゃ狙ってますけど。それやばいっす、ね。絶対あいつにあげんとこうと思ってますけどね。僕ね、もう、あれっすね。まあ、本当に無事、こうやって戻ってこれて、よかったなって思ってますし。うん。まあ、僕も YouTube もっともっと頑張ってきたなと思ってるんですけど。先生と、パチンコとか行きたいっすね。いいっすね。パチンコとかするんですか？あんまりやったことないですけど、ビギナーズラックがありそうです、ね。まあ、でも先生当たったら全部、誰かに譲ってください。まあ、だって、大当たり引こうが引かない方がもう、あんま関係ないじゃないですか。まあ、ただの時間の無駄かもしれない。いや、得を積まないといけないんで。なるほど。先生は、大当たり引いたら、絶対見知らぬ人にあげる。当てるまで自分で頑張って、美味しいところは全部あげる。あげる。もうそういうスタンスで行きましょう。神様のパチンコ。神様のパチンコやりますよ。神様のパチンコ。ギャンブルとかあんましないですか？ギャンブルやらないですね。全く。よくなんか、お金持ちってバカラとかやるじゃないですか。あんまやらないですね。まあ、雰囲気でね、はい、一緒に行く人が行こう行こう言われたら、まあ、付き合い程度はやりますけど、はい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 、負けが込むまではやらないかな。何してるときがじゃあ一番楽しいんですか？バイオリンの練習とか、なんか達成感あるやつかな。あと、カイトサーフィンって言って、はい、マリンスポーツやってるんですけど。ダイビングとかもいいんですか？ダイビングはあんまり運動ならないんでやらないです。酔うんですよね、僕は。波の子。はい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 。酔っちゃうんで。僕もちょっとマリンスポーツやろうと思ってるんですよ。え、マジっすか？まあ、ダイビングやろうと思ってました。あれやりましょうよ。ウェイクサーフィン。ウェイクサーフィンないです、ないです。船の引き波に乗って、はいはい、それでサーフィン、延々できるんですけど、それ多分炸裂すると思うんですよ。運動神経良さそうだもんね。あ、でも僕が教えたら絶対できます。マジっすか、うん、それ、ウェイクサーフィン業界の人大喜びちゃうから、もう違いやりたいですね。ぜひやってみたいですね、うん。新しいこと始めたいんですよ、うん、やりましょう。はい、麻生委員長とマリンスポーツって、取れますよ。取れますか？伸びますか？伸びます。伸びますかね。伸びるかな、それは。とりあえず伸びるかな。水着ギャルがいないと伸びないかもしれない。
ナイトプール行きたいですね。ナイトプールはどうやって飲みますよ。はい。王子とナイトプール行ってみたっていう。はい。松尾先生がビジョンにおごりまくってください。それもいいね。はい。病院の方は調子いいんですか？病院ね、本当に YouTube やるようになってから、本当に調子いいです。どんくらい変わるもんですか？いや、本当に1日 YouTube やる前2件手術したら、まあ多い方だな、ぐらいの感じで、はい、まあ、包茎手術1日1件2件ぐらいのスタンスで、はい、まあ楽だし、それぐらいでやってたんですけど、はい、もう今6件とか入るんです。3倍。すごい。カウンセリングは20件とかで、しかもそれは僕を指名してくるんで、皆さん、無理なんで、もう無理なんですよ。全員やるのは。なんで、もううちの上田先生いるからって振ってるんですけど、それでもいらっしゃるんで、すごくマーケティングには良かったなと思います。そんなに変わるんですね。変わりますね。もう絶好調ですね。絶好調というか、まあ多分他の美容外科が勝手に沈んだって感じですね。でも今だって美容クリニックめちゃくちゃ多いじゃないですか。競争相手は多いと思うんですけど、やってる内容が全然違ったので、まあ、それが良かったのかな。もっとじゃあ増やしていくんですか？あんまり増やす気はないんですけど、最近ドバイを始めて。ドバイ？はい、はい。ドバイの会員物語をやってるんですけど、今、盛り上がってますね。はい、まあ、まだ始めてはないんですけど、まあ、海外に病院作ってるところから、もう忙しい。経営もして、YouTube もして、手術もして、サーフィンもして、サーフィンもして、バイオリンも弾いて。マジで時間ないです、本当に。でも充実してるんじゃないですか？そう、こんなね、この年齢になってこんなに充実する人生が待ってると思ってなかったんで、やっぱじゃあ YouTube とか始める前は、その事業の方うまくいってたとしても、うん、毎日面白くないとかあったんですか？ありますよ、暇だなって感じ。暇だなって。暇だなって。今日何しようみたいな日があったんですよ。何しようかなみたいなこう考えて、こう、携帯いじいじして、あ、プール行こうみたいな、そんな感じだったけど、今はもう3ヶ月先までダーッと予定が埋まってるんで。でもプールなんて行けないじゃないですか。でもまあちょっと、こんな暑くなったら行きたいんですよね。関係ありますよ、暑いから。チャプチャプしたくないですから。まあ、チャプチャプしたいですね。誰と行くんですか？まあ息子と行ったりしますけど、ね。いいですね、でも。まあ、息子をプールに連れて行くってことが、ね、若い頃あんまなかったんで、その延長で連れて行ってるんですけど。ナイトプール連れてけ連れてけうるさいですよ。そうっすか、なんでなんですか？なんか楽しいんでしょうね。大学1年生ぐらいからしたらナイトプールすごい楽しい。まあ、そうっすよね。大学1年生からしたらいろんなことを知って楽しむ時期ですもん。羨ましいっすね。これ、ところでどこに行くんですか？今はね、うちでね、シャンパンバーやってるんで、はい、ちょっとシャンパンでお祝いでもしようか。シャンパンバーやってるんですか？はい、どこでやってるんですか？赤坂。クリニックのビールで。クリニックにシャンパンバーやってんすか今。やってんすか。いつやってんすか最近ですか？最近初めてね。西麻布で、僕がよくいつも行ってたシャンパンバーが、このコロナでなくなっちゃったんですよ。大阪店もあるんですけど、あれもう一回やってくださいよって、いうのをね、お願い したら、場所がないですわって言うんで、じゃあうちでちょっとやってくださいよみたいな感じで。内装入れたんですか？内装までは入れてないんですけど、まあ軽く片付けて、不定期で会員制みたいな感じでやってるんで、今日やりますみたいな感じでやってるんですけど、まあ今は空いてるんで、そこでちょっとこう。何でもやってんすね。そうっすね。ジャグジーも作ったんで、サウナと。でも病院から動かなくていいじゃないですか？そうなんです。ああ、そうで。人狼とかもやってる、ね。人狼やってんすか？どこでやってんすか？クリニックでやってる。クリニックで何でもやりすぎじゃないですか？それ何の人狼の授業ですか？趣味の友達呼んで、はい、ホールが下にあるから、はい、それ僕も呼んでくださいよ。マジっすか？僕人狼超好きなんですよ。マジっすか？ただ、はい、オンラインのやつしかやったことなくて、対面のやつやってみたかったんですよ。あー、ぜひ来てください。それ本当に呼んでほしいです。めっちゃ本格的に。本格的にやりたいです。やってるんで。で、人狼で殺されるじゃないですか。はい。殺されたら天国ルームがシャンパンバーになってます。最高じゃないですか。はい。で、天国からカメラで、死んだ人はみんなの会話を聞いてるっていう。はい、なんか、金持ちの道楽みたいなことになってます。結構、著名人も。著名人も来るんですか？著名人も来ますね。やばいっすね、
だそういうの動画にしてくださいよ。動画にしていいんかな。まあまあ出れる人は、まあ出れる人は確かに盛り上がりますね。YouTuber 呼んでやったらいいんじゃないですか。YouTuber で人狼やってみた。はい、うん、それめっちゃいいじゃん。それ僕本当に行きたいです。それやりましょうよ。伸びるかなそれ。いや伸びるんじゃない。そんなわけわかんない施設ないっすよ。だって天国ルームがシャンパンバーとかみんなの手元のカードを写しながら、はい、はい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 、卒業を見せるってことですね。そうそうそう、YouTuber 集めて人狼いいですね。いいっすよ。息子も参加できるそれな。いいっすね、うん。シャンパン飲めるんですか？天国死んだら。飲めます。死んだ方がよくないですか？そうそうそう。なあ、こいつが嘘ついとったんやとかわかるんですよ、上で。大体なんか女の子はもう。うまいっすか？うまいっすね。私初めてですとか言いながら、もう全然。慣れてるんですよ。選挙は興味ないんですか？そうっすね。政治家なりたいとかないんですか？ないっすね。ありますなんかね、ガーシーさんが受かるんやったら俺もやりたいなとか思いますよ。へぇー。大変っすじゃないですか。まあまあ絶対大変。もう文春砲撃たれて終わるだけですよね。まあ、YouTube だとやれないっすよね。ねえ。だからますね。やめましょう。やめましょう。ガーシーさん本当に選挙に出て国会議員になるんですか？なるらしいです。受かったら。受かったら、ね。すごいっすね。受かりそうですけど。受かりそうなんですよ、はい、マジで受かると思いますよあれ。すごいっすよね、うん、その選挙戦の展開の仕方が、はい、他の候補者にはもう真似できないじゃないですか、はい、ツイッターでハッシュタグでガーシーに一票って入れてるんですよ、はい、でみんな写真撮って、はい、ガーシーって書いたやつを写真にツイッターに上げるんですよ、はい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 、でそれを見た人がまたあ俺もやろうって、まあ、写真撮って連鎖していくじゃないですか。すごいなぁ。めっちゃ頭いいなぁと思って。じゃあ国会議員になったら日本に帰ってくるんですかね。帰ってきても逮捕されないらしいですよ。なんで？国会議員は任期の期間中逮捕されないみたいなのがあるらしいです。本当にあるんですかそんなこと、うん、すごいっすねガーシーさんは、うん、そこまでいけるのすごいっすね。帰ってこないと思いますけどね。まだ逮捕される可能性あるんですか。もう逮捕はないと思いますけど、人の恨みを買っちゃってるんで、やっぱり怖いんじゃないですか、書いても。みんなと和解していった方が綺麗けどな。あの時あんなこと言ってごめんね、みたいな方がまた映像伸びるんじゃないですか。まあでも、すごいですね。あそこまでいきなり出てきてバーっていって、次国会議員は、夢っていうか、サクセスストーリーを見てる気がして、応援する人増えそうっすね。すごいですよ。映画になりますよね。うん、映画になれますよね。結構すごいですね。ネットフリックスで映画になるんじゃないですか。今、最も有名なおじさんですよね。ただ、その、まあ、あれに売名行為であやかったっていうだけなんですけどね。ガーシー法の効果ですね。もうそう、本当にもう、こんなんなると思わなかったです。本当に静かですね。はい。ロールスロイス持ってないですか？持ってないですね。ロールスロイスのレースっていうやつ持ってたことありますけどね。やっぱこれいいですね。はい、これなんゴーストですかこれ？これはファントムです。ファントム。一番大きいやつです、はい。一番大きいやつです。めっちゃいいな。ヒカルさんのわらしべ長者で、はい、バイオリンとベントレーを交換したんですよ。はい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 。それが届いたらこんな感じなのかな。いいですね。フェラーリっていいっすか逆に。いや、よくないです。よくないですよね。2人しか乗れないですよ。そう、僕も前、488スパイダー持ってたんですけど、うん、行っちゃいました、使い道がない。使い道そうなんですよ。ね、なんか飾っとくのはいいですけど、うん、結局乗れないじゃないですか。乗れない。なんかめんどくさいし、うるさいし、うん、傷つけたらめんどいやだし。いや、うん、そう。そしたらフェラーリなんて乗る機会ないんですよね。うん。もうただ単に毎月の駐車場代が無駄なだけではあるので。フェラーリこそ一番変わって目立ったものは僕はないと思って。無駄だった。無駄だった。なんだろう。でも、フェラーリ乗ってる、まあ、すって言ったらモテるんじゃないんですか。まあでも最初、まあ、そもそもモテますもんね。最初の頃はそれで良かったんですけど、うん、まあそんなことをモテるよりも、うん、やっぱりこの YouTube とかもそうですけど、うん、発信力をつけて、影響力をつけた方がやっぱりモテますよね。そうですね。でもそれがつきすぎると遊べなくなりました。それはあるな。はい、先生はもう遊べないですね。そうね。はい。ということで、着きましたね。そうですね。はい、じゃあ多分この次の動画で、その先生の謎のシャンパンバー。何ですかシャンパンバーって感じですけど、に行っちゃ行く動画になると思うんで。はい、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、はい、チャンネル登録もお願いします。